まあ僕はですね、あまり、オリジナルの曲っていうのは持ってないもんですから、まあ、いつもですね、カバーを中心にやらせていただいてるんですけども、まあ今日は、その中でもですね、なけなしの、まあ、オリジナル曲をさらけ出してみたいな形でやらさせていただきたいと思いますね。しばらくの間ですね、お付き合いいただければと思います。次の曲もですね、一応まあ、なけなしのオリジナルの曲の2曲目ということでですね、やらせていただきたいと思います。
に舞い静かに落ちてゆく広がる波紋は消えてゆく儚い想いのように月を見上げてという曲で、2曲目でがですね、またこれまた月が、という言葉をですね、使ってるんですけども、青い月という曲でした。次はですね、まあ、いつもですね、まあ、あまりオリジナル曲がないので歌わせていただいてるんですけども、
まあ、遠距離恋愛というんですかね。これを、まあ、題材にしたというかですね。その、遠距離恋愛、まあ、私はしたことないんですけども、まあ、そうだったらこんな感じなのかな、みたいなイメージで、書いた曲です。奇跡という曲を歌いたいと思います。
君は瞳を潤ませていた。痛い分その気持ち胸に染み込んだ。巡り合えたこの奇跡、胸に染み込んで、全部出しちゃったみたいな感じなんですけどね。次は、ちょっとですね、カバーの曲1曲、まあ、やりたいかななんて思います。ちょっと今までとね、1曲変わった感じでやりたいと思います。
曲なんで皆さんご存知だったと思うんですけども、まあ、これですね、YouTube の中に、何ですかね、20周年のライブの時のやつが出てるんですけど、まあ、その中でですね、自分の弾きやすいように勝手にアレンジしたというようなライブの曲でしたね。まあ、ここでですね、もう、オリジナルももうないということで、もう最後のこれが歌なんですけども、もう、いつかその日までという曲、いつもですね、まあこういったライブみたいな集まりというかですね、イベントには最後に歌わさせていただいてるんですけども、まあいろいろですね、集まっていただいて、来てくれたという感謝を込めてということで、いつも最後に歌わさせていただいている曲です。いつかその日まで来てください。またいつかきっと会えるよね。きっとまたいつか会いたいな。またいつかみんなで会えるよね。きっとまたみんなで生きてりゃ、時々辛いこともあるけれど、おいらよ、みんなが生きてくれる。またいつかきっと会えるよね。きっとまたいつか会いたいな。またいつかみんなで会えるよね。きっとまたみんなで
Thank you.